松田さつみです。おもむろに新田ひよりね、はい、ひよりさんだ。武田ラリサタコです。ラリちゃんだ、ひよりちゃんだ。ということで松田さつみ、新田ひより、武田ラリサタコのぶらり栃木旅と題して、我と新田氏と、ラリちゃんの3人によるプライベート旅行風 DVD を撮ることになりまして、はい、なんと栃木県の日光市まで来ております。ここが日光か。はい、ということでまずは東武ワールドスクエアにやってまいりました。まいりました。東武ワールドスクエアは栃木県日光市鬼怒川温泉に1993年にオープンした屋外テーマパークです。ダメだ、すごい、このカメラに全てを託そう。そうだ。このカメラ見てる人多分画面酔いするから怒られる。気をつけてね。畑の横で電車通ってる。あ、本当だ。楽しい。鉄道だ。やはり庭師の方も25分の1スケールで、すごい。本当はもっと大きいですよね。いや本当は。中国の雲行の石窟。ナルトで見たことある。確かに。だけど窓ってさ、どうやってさ、拭いてんだろうね。いやもうやばいじゃん、だって絶対。確かに。え、すごい。あのめっちゃいい写真。え、本当に来たみたい。なんか遠近感。やばい。続いてのスポット、明智平ロープウェイにやってきました。イエーイ。イエーイ。さっき飛んでない。なんか唐突に着地した人。どうなるとか分かる。わー、虫だー。こらー、なんか2が変だな。日光市に来た心境を575で表しなさい。575。すごい、大喜利だ。高山病が、高山病が。酸素が薄い。ルートをこう逆から回って、はっ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 、終わりました。ロープへ頑張って間に合わせましょう。待って、ヤマキがおると我トロトロになる。言ってないって、そんな言ってないよ。たまやカフェデュレバーベールさんに参りました。おしゃれおしゃれ。レバーベール、すごい。DVD を宣伝するあいうえお作文をお願いします。およよよよよ、お魚だ。怖いよ。怖いよ。突然